勝島です。顔がパンパンな勝島です。そして声がガサガサな勝島です。おはようございます皆さん。メイクは眉毛とファンデーションとアイシャドウだけですね。こんばんは。お元気ですか皆さん。鹿島彩と申します。体が動かなくて今さっきやっと動けました。勝島です。お腹が空きました。勝島です。今日はこの後とある取材に行ってきます。アパガニキ全員で、また今日は集まれるので嬉しいです。大阪ではまーちゃんが鼻血を出したってツイッターにあったけど本当？大阪の2部かな、2部に鼻血出ちゃったみたい。そう、途中でいなくなっててあれ？と思ったら鼻血だったみたい。あら大変、本当大変、びっくりした。私は鼻血はあんまり出る方じゃないかな。でも鼻炎持ちだから結構鼻とか噛みすぎて鼻血がこうタラタラ出ることはないんだけど、あんまりないんだけど、あ、鼻水がちょっと噛みすぎたなみたいな時はたまにあります。ありがとうございます。ただいまイベント参加中ということで皆さんの協力が必要です。ちょっと鹿島なりに頑張らせてください。よろしくお願いします。帰りの新幹線で2位になったらもう鼻血ちょっと出してた。めっちゃ出てたわけじゃないけどちょっと出てた。なんか顔がね腫れすぎてなんかメイクができないの。だからちょっとこういっぱい動かして、顔をいっぱい動かして顔の腫れを取りたいところですね。そんなに大阪盛り上がったのか、行けなかったなって、はあ、ありがたいことにね、すごい盛り上がりでした。いやでもね、行きたいって言ってくれるだけでもね嬉しい。やっぱりお忙しい方もいらっしゃるからさ、でも来てほしいな、待ってます。勝ちです。声が出ないからさ、あんまりこううわーってできないのが辛いですね。カジ夢見たな。そう、私がすごい不機嫌だったんだ夢の中で。まあ私って結構不機嫌な時って結構あるんですけど、人にすごい迷惑をかけてた不機嫌でした私の夢の中で。誰だったのかな、分かんないんだけど誰かがいたんでね、一人で、その人に
っごい迷惑をかけてた夢を見ました。不機嫌で。何だったんだろうか。不機嫌だったわけじゃないんだけどな、別に現実世界ではね。でも夢の中ですっごい不機嫌だったんですよ。何なんだろうね、あれは。そして全然起きれなかったです。私は家族が寝る寝室で寝てるんですけど、寝室、今日雨だから除湿器をねかけるのかな、除湿器をかけようと多分ママがしてたみたいで、起こされたんです途中で。除湿器かけるから起きてって言われて、そこまでちょっと覚えてるんですけど、そのままソファーで寝てました。分かったって言って起きて、そのままキャッ寝てて、すごい生活を送ってます今日。だからほぼほぼ寝てて、行かなきゃいけないところがあるからやばいなと思ってるんですけど、やばいです本当に。でもやばいやばい、2日間頑張った証拠なのかな。土曜日日曜日と2日間千葉大阪と2つに2日間。2日間ライブしたからかね。今日もねちょっと帰りは遅くなっちゃいそうなので、夜の配信になっちゃうんですけど、今日はでもちゃんと配信できそうなので、楽しみに待っていてくれると嬉しいです。うん、でも午前中しっかり休めたので、まあ今日の午後からまたしっかり頑張らせていただきたいと思います。うん、OK。映画安い日、あ、え、そうなの ?1 日って映画安い日なんだってよ。そうなんだ。てか顔がやばいね。なんやばくない？どんな顔してんの私。むくんで、ね、パンパン。やばいね。ちょっとこれで撮影するのすごい。不安。え？待って、今日、あ、そっか。待って、間違えた。そっか、じゃあ私夜に配信すればよかったんだ。もうダメだ、全然頭回ってない、最悪だ。ごめんなさい、間違えちゃいました。そっか、今日の夜に1時間たっぷり配信しようと思って、ちょっと今は家出る時間まで配信しようって思った。そう、24時区切りです。こんにちは、こんにちは。めっちゃ間違えた。あ、頭回ってないんかな、最悪。ごめんなさい、すいませんでした。やらかしちゃった。あー、もうしっかりして自分。24時過ぎに配信すればすると、そ
明日の分がって1回しかできなくなるのか。そっか。昨日の夜はね、1時ぐらいだったかな、1時前ぐらいから配信し始めた気がします。12時40何分とかとか来たらやらかしてたって。ぶもうアホ丸だしもう明日の分減るよねだって。確かにね、明日はあれ、私明日いつ配信できるんだろうか、分かんない、やばい、明日はいつ配信できるんだろう、あ、なんか、あ、なんかやばい、頭が回らないぞ。いや、スケジュールを立てようと思ってたんですけど、思いっきり私が今日寝過ごしてこんな時間になっちゃって、明日はじゃあ朝7時からの配信をしよう。そうだね、朝7時からの配信をして、明日はね、多分夜はね、家帰ってくるのが過ぎちゃうから多分12時だから、レッスン前にちょっと空き時間があるので、そこを使わせていただけないかなってちょっと、ボスに相談してみます。そうやね、それが一番いいかな。とりあえず持ちつこう。はい、ペタンペタンペタンやだ、もうだいぶ私頭悪いな。でも明日のスケジュールはなんとか立ちましたのでよかった。今日日付変わってからやればやって、どうしようか、それがねちょっとね、どうしようかなって思ってて、確実に私が生きてたら1時間まるまるできるんだけど、朝7時からとか朝8時からとかで1時間きっちりやった方がちゃんとできそうな気がするんだよね。でもどっちがいいんだろうか。でレッスンの前のちょっと1時間いただいて配信をするとかにした方が切りに行くのかななんて。あれ違うな、待って、明日ってなんだっけ、明日レッスンじゃないか、明日撮影だ、あれ、あ、もうどうしよう、全然分かってないや、明日撮影じゃないか、違うな、よし、スケジュールを確認してからまたお知らせしたいと思います。待って、もう私全然スケジュールが把握できてない。かしま、明日なんだっけ、明日なんだっけ、あ、明日この指とまれだ、そっか、それ見なきゃ。みっそばさんやばいです、全然頭が回ってません。ちょっとダメダメな感じになってます。明日なんだっけ、明日は多分撮影だわ、カリ姉さんとプロレスちゃんと2期全員集まるやつだった気がする。明日だったかな、多分明日だったと思うんだけどな。寝れないんですよ、これから取材に行きます。でもすごい楽しみ顔がでもパンパンなのでいっぱいマッサージしながら行こうと。私そういうこういうことあるんだよね、結構ごめんね、ほん
とそうよろしくないよね、こういうふにゃふにゃしてるんです。すいません、スケジュール LINE とかで来ないな。あ、カレンダーがあります。ちょっと私がもうちょっとちゃんと見ないとな。やばいやばい、大きにコーヒー飲めなかったんですよ悲しい。あの大阪で大きにコーヒーっていう飲み物屋さんっていうのかながあるんですけど、その飲み物屋さんの飲み物屋さんが私は好きで、今日も飲める、あ、昨日か、昨日のお酒飲めると思ったんだけどバッタバタしてて飲めなかったや、ショック。まぶたに目描いて寝てみたらいいじゃんって、あいいですかとか言ってダメだ、絶対ダメだ、ただでさえ目がちっちゃいのに、カジノの目は256しかないからってやばい、合ってるかもしれない、間違ってない気がするわ。みんなありがとう、応援ありがとうございます。今日はみんなに助けられてる一日だな会社が全然ちゃんと機能してない、こんなショールーム今まであったかな、会社起動してない説みたいな、ちょっと恥ずかしい、ここまでダメダメな姿を見せてしまうのが。何か食べようかしら、とりあえずまだご飯を食べていないんだ。いや起きたばっかりだよね、起きたのは11時くらいで、ね、ちょっと作業してて、作業って言うとなんか事務っぽいんだけど、してることがあったのです。でそれをとりあえずクリアして、とにかくショールームやろうと思って今やってるところです。そうそうそう、ちょっとまだご飯を食べれてないんだよね。今日の衣装は、お腹を出す衣装ではないので何か食べたいななんて思ってます。うわみんなありがとう。しっかりよりダメダメの方が見てる気がする。だってそんなことないんですよ、しっかりしてる家事も見せ、あでもそっか見せてるかな、しっかりした家事わかんない。今日はまだ家に一人なので、今家に一人しかいないんですよ。誰かに助けを求めることもできず、とりあえず昨日食べてであろう551の肉まん、豚まん、551の豚まんは昨日2つ食べましたイエス勝ちだよ。デニム衣装好きな方多い、嬉しい嬉しい嬉しい、しっかり勝ちに何それ美味しいのって、しっかりしてるの見た記憶がある、嘘。待って。え、待って、寝坊してレポートし提出締め切りすぎたって。え、それってやばいんかなやっぱり。私さ大学に行っていないんですよ。大学に行ったことがなくて。なんかあれがわかんない、システムがわかんないんよね。どういう感じなんだろう、頭もあんま良くなかったからちょっとそういうシステムはね分からなくて。2個も食べました、551の肉まん。教授の部屋まで行って大体のこと土下座すればなんとかなる。え、あそうなんだ、え
わらびびわだけ千葉の絶品アイス、あ、ね、ビワソフト、ビワソフト、ビワソフト美味しいんだよ。シューマイも美味しいよ、午後1時。ね、USJ にメンバーと行った時、大阪で台湾ライブに行かせていただいたことがあるんです、ちょっと前に。その時に家の家族に551のシューマイを買って帰りました、うん、そう、アイス食べたい、私もアイス食べたい、甘いものが食べたい今、めちゃくちゃ。あ、頭動かないかな、いっぱいシューマイだって、シューマイ。新幹線乗ってるけどめっちゃアイス売りに来るだって。え、食べたい食べたい食べたい、いいな、あいっしょくせいい、新幹線乗ってたけどアイス売りに来なかったな誰も。ねえ、なんか食べたいんだけど何食べればいいかな。このゼリーってもらっていいのかな。誰かのゼリーだったらごめんって思いながらみかんゼリーを食べようと思います。うちの家族は結構私のものとかそういうの結構はっきりしてる家で、これ誰が食べてもいいよとかあんまりないんですよ、うん、だからあんまこうやって人のもの食べるの良くないかもしれないんだけど、今はゼリーの気分だから食べちゃおう。俺のだよ、だって待って、でもな、誰のだろう、パパのとかだったらどうする、買って帰ろう、じゃあ今日、そうだね、買って帰りましょう。待って、取れない、まあいい、今日のご飯ゼリー結構好きなんですよね、私。美味しくないですか、わあ汁が、あ、これ冷蔵庫の前じゃないですよ、冷蔵庫あっちだけど、ここはね、ちょっとね違う、え、ゼリー一緒、いただきます、うん、ふん、めっちゃ美味しいじゃん、うん、なんか私ライブとか、まあ、リハとかなんか前日とかにめちゃくちゃ体を動かして、あー使い切ったと思ったら次の日って朝起きれないんですけど、ご飯もあんま食べれないタイプなんですよね。上がりますか。食べちゃった、大丈夫、パパは仕事行ってるし、ママもお仕事してるし、姉ちゃんもお仕事してる、あ、みんなお仕事してるから今大丈夫だ、うん、うん、ゼリーの蓋どこから手前に開けると水がこぼれないんだって、え、覚えとこう、あそこは食べれなかったって、なんかすっごい体を動かした後ってご飯食べないですよね、昔からそうなんです私、うん、でもどんなにお腹空いてなくても家出る直前は朝ごはんとしてなんか食べてるけどね、お姉ちゃんのかな、
これね、多分おばあちゃんの仏壇にあったゼリーだったの。うん。14時になったって、もうちょっといけるから、ちょっとギリギリまでやろうと思います。そこね、おばあちゃん仏壇にあったやつで、私の家の仏壇はあのおばあちゃんのために毎回何かを置いておくんです。でゼリー置いておいたね。今ね、多分ねマドレーヌみたいのが置いてあるかな。ゼリーが上がってきたので食べてます。みかん、みかんといえばそうだね、おばあちゃんがね育ててたみかんの木があるんです。今もあるんですけど、今年はなりますかね、みかんの木は。かつお土産持ってきましたよ。ほんとね、みたらし団子、おばあちゃんとじいちゃんにあげようと思って。うん、うん、落花生パイ、落花生パイ美味しいから食べてね。そうね、窓開けたらみかん食べれるんだけど、ばあちゃんがね育てた時はね、めっちょっきいさ、めっちゃ美味しいみかんがなってたんだけど、ばあちゃんが死んじゃってからみかんがすっごいちっちゃくなっちゃったの。うん、だからね今年はちゃんとなるのかなってすごい心配。うん、なのかな。大きにコーヒーね、まずよれもしなかったの。そうなの、大きにコーヒーはね限られてるから、どこにある店舗がよれなかった。昨日の大阪、うん、ばあちゃんはたぶんみかんに、ほんとなんかやってたんだと思う、みかんの木に。私教えてもらえればよかったのにさ、教えてもらいたかったんだけどさ、なんかうん、教えてもらえなかった。私がもっと早く聞いてればよかったんだけどね。うん、大阪といえば陸老寺さんのチーズケーキあったわ、完売してた。昨日夜行ったんです、お土産屋さんに。すごい完売してました。そうなん、うん、完売してたの。うん、うわあ、じゃあちょっとご飯食べ終わってから。もうやっぱり夜は無理だって。そうなんだ、あれそれってやっぱ人気なのね。いらない枝切ってたのかな。うーん、ごちそうさまです。ね、私もいっぱいちょっとネットとかで調べてみかん頑張って育ててみよう。はい、ということで、みんなありがとう。ちょっとギフト読み上げさせていただきます。
まずカズケロさん、カズケロさんが転んだ、ごけありがとうございます。そして佐藤ハット、チーコちゃん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 、佐藤さんありがとうございます。佐藤さんが転んだ、ごけありがとうございます。ありがたいね。そしておいちゃん、おいちゃん転んだ、ごけありがとうございます。今日丸いな私。よっちゃん、よっちゃんが転んだ、ごけありがとう。そしておいちゃん、アイファイヤーありがとうございます。そしてあ、武蔵さん、タコタコチュありがとう、ありがたき。そしておいちゃん、お、おいちゃん転んだ、転んだ、やばい、めっちゃもらってる私。わあ、黄色、紫、水色、青、カラフルだ、カラフル、ありがとうございます、感謝です。そしてよっちゃん転んだ、ありがとう。そしてわたるくん、わたるくんアイスだって、いただくよ、うちが食べたいって言ったからか、ありがとう、そっかアイスあるのか、いただきます。そしておいちゃんもアイスくれた、ありがとうございます、いただきます。そしてタッチさん、あ、なにこれ、カニ、やばい、ありがとうそしてカズキルさん、コロナありがとうございます。みんな感謝です。ちょっと返し物手違いで間違えて今の時間に配信してしまったんですけど、次の配信は明日の朝7時からの配信にしようと思っています。皆さんよかったら見に来てくれると嬉しいです、よろしくお願いします。頑張っておきます。ちょっと顔パンパンだと思うけど許してちょんまげ。そして明日はきっと朝で、朝には明日の配信全部決まってると思うのでよろしく。ごめんね、もうちょっとダメダメ感じの日でした。今日はそれでは取材頑張ってきます。ということでお手を拝借せーの、以上です、ありがとうございました。また会おう。バイバイ。